ゆっくりによるゆっくりの第10装甲師団解説ハッチもあるよ。ワンクールアニメだとテコ入れ回がないとまずいところだが、省エネシリーズにテコ入れもクソもないよ。というかそもそも師団数からしてワンクールどころが4クールあるから、そういうことだよ。それはそうと、この師団は今までの師団と異なり、色々と面白いところがあるから我慢してみてね。第10装甲師団は39年4月1日、チェコスのプラハにて編成された。主な構成人員は自動車化師団からパクってきたのと、第8装甲師団を編成した際の第3系師団の残りカスであった。9月に第 NG ポルスカ分割競争が始まると、師団も前線に駆り出された。戦車配備されてないのに前線に駆り出されるって正気か。さすがに上層部もそこまでバカじゃないようで、師団は主に予備として作戦に従事していた。40年初頭にようやく編成が終了し、2個装甲連隊を備えるしっかりとした装甲師団となっていた。ってことで早速実戦投入。フランスなんざ今まで9回も滅んでるんで、省略。ボリシェビキが目障りなのでぶん殴ろうということで、今度は東へ。師団は中央軍集団の一員としてモスクワを目指すことに。ミンスク、スモレンスクと次々に大都市が陥落。こりゃクリスマスまでにモスクワも落ちるな。あかん、10月だけで稼働戦車が77両も消し飛んだ。しかも補給なしでこの冬を乗り切れってマジ。もはや師団かどうか怪しいくらい損害を受けたが、再編成のためにフランスへ。しかしここで連合国が北アフリカに上陸、怖いかに。ってことでこれに対応するために師団は大急ぎで援軍としてアフリカへ。ちなみに補給船って確保されてる、あ、されてない、あ、はい。すでにこの時点でアフリカ軍団はチュニジアに追い詰められていたが、局地的な反撃を実施、連合国軍に損害を強いたが、決定的な勝利とはならなかった。そして連合国軍にじりじりと追い詰められ、補給も受けられなかったことから、ドイツアフリカ軍団は43年5月に降伏、その中に第10装甲師団も含まれていた。6月30日に師団は正式に解散され、再建されることはなかった。さて、ここからは完全に余談ではあるが、ヒトラー暗殺の実行犯であるクラウス・フォン・シュタウフェンベルクは第10装甲師団の所属であった。彼は師団が降伏する1ヶ月前に負傷し、ドイツ本国に拘束されたが、彼の上司が反ヒトラー派であるのに加え、44年にノルマンディに連合国軍が上陸したこともあり、連合国との停戦を行うことによって東部戦線に注力できると考え、そのためにはヒトラーを排除する必要があった。まあ皆さんご存知の通り、作戦は失敗し、関連した人物は皆裁かれたが、この中にはかつて第10装甲師団に所属していた人物も多数いた。もはや何の解説だかわからないが、ここで終わりにしよう。さようなら。